はい、皆さんこんにちは。セイキン TV のセイキンです。あ、今日はこちら今日はこちらじゃじゃん、赤いキツネを激うまにする方法。そう、皆さんご存知、赤いキツネなんですけど、これ美味しいですよね。まあ大体の人食べたことあると思います。特にね、寒い季節なんか美味しいですよね。まあもちろんこのままの赤いキツネが一番完成されたものになると思うんですけど、最近ネット上で結構話題になってるんですけど、この赤いキツネにとあるものをちょっと追加すると激うまになるらしいんですよ。そのとあるものというのがこちら。そうです、普通のお砂糖です。この赤いキツネにちょっと砂糖を追加するだけで、スープの塩分と揚げの甘じょっぱい味がこうクンと引き出されるらしいんですよね。赤いキツネってもともと結構甘めの味じゃないですか。これにさらに砂糖を入れた時に甘すぎんじゃないのかなって僕は思ったりするんですけど、まあやりもせずに否定するのは良くないということで、今日実際に僕がやってみて、まあ、僕の個人の感想になるんですけど、皆さんにお伝えできればなと思います。で、今日せっかくの機会なんで、赤いキツネだけじゃなくて似てるこちら、まあ赤いキツネとどん兵衛ってめちゃくちゃ似てるじゃないですか。で、赤いキツネと、まあ、どん兵衛両方で試してみたいと思います。はーい、ということで赤いキツネとどん兵衛作ってきました。へー、いいねいいね。あ、こうやって見比べたことなかったけど、赤いキツネは卵が大きく入ってんのか。そういえば気づかなかったな。よし、それでは食べてみましょう。それではいただきます。まずはね、久々なんで普通の味を確かめておきます。うわー、うまい。いつ食べても美味しいですね。あれ、思ってたよりそんな甘くないかもしれない。意外としょっぱいかも。では砂糖を追加したいと思います。どのぐらい入れようかな。このぐらい、ほい。うわ、とりあえずこれでいってみよう。さて、これどうなんだろうね。今ちょうど小さじ山盛り一杯ぐらいかな。まあこのぐらいで変わるかどうかだね。いただきます。お、甘くなった、甘くなってる。なるほどなるほど。まあちょうど小さじ1杯ぐらいですけど、味はちゃんと変わってて、僕個人の感想ですけど、これ美味しいと思う。あの甘みが追加されて、確かにね、マイルドになってますね。全体的にこう、なんだろう、しょっぱさがマイルド、こう角が取れてね、こう丸い感じの味になってますね。僕思ってたより元々の味がね、意外としょっぱいんですよ。それがなんだろう、まず甘くなってる。あー、今ぐらいの砂糖の量はね、ちょうどいいかもしれないですね。なんていうかね、手作り感がちょっと出てますね。優しい味です。それでは続きまして、どん兵衛いただきます。あんまりこうやって比べて食べることないからね、味がどうって言われるとちょっと難しいんですけど、あー、うまいわー。どん兵衛の方がこうキリッとしてるかな。あ、ちょっと辛さがあるね、どん兵衛は。それじゃあ大体同じぐらいの量でいきます。ほい。さあ、どん兵衛はどうなるんでしょうか。まずスープから。うわっ、甘っ。結構劇的に甘くなったな。うん、辛さと甘さで悪くないよね。まあこれもね、もちろん好みが分かれるとこだとは思うんですけど、僕は全然ありかなとは思います。ちょっと甘いの好きって人は全然美味しいと思いますね。これ最初の味を味見しないで砂糖を入れて食べたら、意外と傷つかないかもしれない。それもこれ味だったっけなってなるかもしれない。ちょっと待って、赤いキツネともう一回比べてみよう。こう比べてみると結構味違うな。やっぱりね、こう今2つスープ飲み比べてみても、どん兵衛はキリッとした感じがあるんですけど、赤いキツネはもう少し全体的に優しい。まあもちろんね、両方美味しいんですけど、赤いキツネの方は砂糖を入れたことにより若干ちょっと味がぼやけてる感じはするんですよ。美味しいんだけど、キレというものがやっぱりなくなっちゃってるんだね。ということで、さらに必殺技、これ独自流なんですけど、やっぱり旨味といえば、はい、旨味って言ったら味の素じゃねえってやつだよね。これ入れときゃうまくなるでしょ。これでもう一度深みを出したい。まあ本来かなり邪道だとは思うんですけど、やってみよう。あくはね、実験ですよ。いや、結構これ必殺技だと思うんだよな。さらに味の素を追加した赤いキツネ、いただきましょう。うん、ちょっと待って、ちょっとキレが出た。嘘じゃなくて、ちょっとやっぱり美味しいよね。美味しいな。砂糖入れるだけだとやっぱり結構ね、こうぼやけた感じがあるんですけど、この味の素さらに追加するとちょっと深みが出ますね。うん、なんかあんまり入れすぎるのはもちろん良くないと思うんですけど、キムチ入れるのはね、ありな気がしますね。
うん、なんかさっきよりだいぶ味が濃くなってる気がする。ただ美味しいです。砂糖を入れたどん兵衛に近づいたかな。はーい、ということで今日は赤いきつねとどん兵衛に砂糖を入れてみたんですけど、まあ結果的にはどちらも美味しかったです。まあもちろん好み分かれるところだと思うんですけど、決してまずくはなってないと思います。とは言ってもね、砂糖を入れたら激うまになったかっていうとちょっとこれ難しいところですね。っていうのは、赤いきつねもどん兵衛も各メーカーの超プロフェッショナルが何回も何回も多分味を調整しながら作って完成したものだと思うんですよ。だから実は何も入れないのが完成されたものだと思うんですけど、例えば半分普通に食べてちょっと後半味を変えたい、そんな時にちょっとこう砂糖を入れる、こういう食べ方はありかと思いましたね。まずはその素材そのものを楽しむ、そして後半味を変え、これがいいんではないでしょうか。ということで、もしよかったらね、簡単なので試してみてください。それではまた次回の聖剣 TV でお会いしましょう。 See you next time。倒れよう。